スーパーどうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。もしかしたらこれやったことあるかもしれないんだけど、そうだったら申し訳ありません。マリオゴーズトゥジェイルバージョン69トロール。マリオは刑務所に行ってきたということですね。いいじゃん、ワクワクするね刑務所とか。まあ刑務所って悪い人たちがたくさんいるって思うんだけど、アニメとかゲームの世界じゃかっこいいやつらばっかりなんだよな。お前が新しい新入りか、ひょろっちい体しやがってとか言いながら面倒見がめちゃめちゃいいみたいだ。で、自分の一番大切なものを守るために脱獄するみたいだ。そんなかっこいいストーリーなんだよこのコースは。そんなわけあるか。それじゃあ大切なものを守りに脱獄しようぜ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.19%。 そういや結構前に見たアニメで、ゴミに絶対便座カバーっていう言葉をつけなきゃいけないっていうシーンがあったんですよ。それがめちゃめちゃ僕のツボ入ってて、僕も一回やってみてっていいかな。ちゃ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 開幕バブラー。それと便座カバー、皆様確信しました。僕はこのコースやったことありません。はい、どうもこんにちは。それと便座カバー、ここでヒップドロップしてボスを倒す。なんだい君は、君は土管の前で立ちふさがって僕を邪魔しているのかい。それと便座カバー、そんなの僕が食らうわけないさ。シュッキノコ様。それと便座カバー、え、今のキノコどうやって取んの。それと便座カバー、この土管入ったらいけないんだよな。あ、ここでキノコが出てくんのか。はいはい。それと便座カバー、じゃあツララを抜けていこうか。それと便座カバー、ちょっと待って、便座カバー多すぎてさ、てかここいけねえじゃんか。どうすら、左に行けちゃうのか。もうやめていいかな。もう便座カバーいい。めちゃめちゃ疲れるわこれ。便座カバー便座カバー言ってて頭がバグってきた。じゃあここはジャムシーのこのハテナをいただきますよ。このブーメランいるんでねえの。絶対いるな。なんか見たことあるぞこの景色も。実はやったことあるかもしんねえ。まあいいや、ここで右ダッシュ、シーのオーブ。よく考えるんだピオキング、ブーメランを通った後にチョロプーを倒す。いやもう、何やってんの。そもそもよ、ここで叩いてブーメランが取れるわけないんだよな。ここででんぐり返ししなくちゃいけないんだよ。いくよマリー、クルリーバ。お前あれされてんだ。クルリーバしろよ。そんな逆れなんてクルリーバできねえって。でブーメランを取ります。そして上に行ってみようか。上はやっぱダメだよな。ここでピョンチを倒す。そしたらオンオフで塞がれましたけど。それとベンザカバー。わけわかんない実況ですいません。でもこれが僕のデフォルトなんですよ。ぜひ楽しんでってください。誰が楽しむんだよこんな動画。じゃあ一緒に入ればよかったのね。そしてここはオンオフを C の、あれできんくれ。ジャンプからのオンはこれでいいのか。そしてあー、 やめろ。一番左のブロックが壊れないことに気づいたぞ。だからここで鉄球出しの一番左に行く。そうすることで、あ、ここでハンマーが手に入るのね。で、壊すからの、なんだダメ。みんな、マリオメーカー2が5年経って今気づいたんだけど、この状態で上ボタン押すじゃん。ほら、マリオがめちゃめちゃ気張ってる感じ。これみんな死んでた。上まで押したらほら、でもマリオが決まってるでしょ。お前バネさっきはよくもやってくれたんだ。くらベンゼしょうもねえことすんなって。じゃあここでタッチブロックダッシーの逃げる。お前だけベンゼだよ。さあここで逃げる。いやこれマジ使えるな。じゃあ隠しブロック壊しのどかに入っていこうか。さあそろそろ中間ポイント会ってくれてもいいんでねえの。うん、まだバネが来たな。ここでブンブンブンしてたらなんか出てきた。これ左上なんかあるんじゃないのか。行ってみようか。もう下品なことまで手出したら実況者としておしまいだって。今まで綺麗な感じの実況でずっとやってきたじゃんか、うん、お前邪魔だな。ここでクリボーがいるんだか。じゃあこれは、あ、いや壊したら先行けないかな。なんかワンチャンありそうじゃない。これ壊すキノコの山になっちゃった。ちなみにですね、かぶりもんっていうものをかぶってしまうと物を持つこともできないし、こうやってハンマー状態でかぶったとしてもハンマーを出すこともできなくなるんですよ。まああんまりね、マリオメーカー2に詳しくない方も見てくれてるらしいので説明しておきます。さあここはドッスン、お前を叩いていいのか。あ、え、石をやじゃー。ドッスンを叩いてしまうとつららに当たるんでしょ。え、どうしようマジで。左のつらら壊す。あ、つららを壊して右に行けっちゅうことか。なるほど。そしてここはヒップドロップ。うわー。もう終わった。絶対終わった。これ下行けねえよな。もう取り返しつかないよな。やっぱりね、このドアの先には何があるんじゃい。うるせー。
これさ、下にクリボーのかぶり物がいるみたいなこと書いてるじゃん。だから今流れてったクリボー取らなくちゃ先に進めないとかそんなんなんから、まあいいや、一旦早く行ってみようか。これどこ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 、分かった、ファーストってこっからがもう早く行けっていうことなんじゃない。だからあのクリボーを逃がさないようにここで右のドスを倒す、でここでクリボーを取れば問題ない。中間中間はどこ、なんか騒がしいんだけど。え、これどこに行けばいいの、ここしかないよな。やだよ、ガチガチで。とりあえずこいつ倒すよ、倒す。そしてこのワープブロックに入る。今のとこ何、え、マジ中間ないんだけど。なんかこれ新耐久みたいな匂いすげえするけど大丈夫。いや、上行く、そして左、いやー、出た。これさ、ヒントなんじゃない、最初の形とめっちゃ似てるよね。いや、一旦壊してみようか。で、ドアに入ります。そうすると、いや、分かるで、ゴーバックインドアみたいな感じでしょ。いや、でもまだ先に続いてる感じあるな。こっちが実は正解みたいな、そんなこともあるかもしれないよな。何が来た、お前帰る、今すぐ帰る。ここでハンマーを立った時にこのブロックを壊してドアに戻ればよかっただけということですね。でもその前に一ついいっすか、この場所でこもういいってそれだ。すいません、今日汚くて。さあ、これでブロックを壊しの、つららも壊していいんじゃない。で、ドッスを壊して他に入ろうか。さあ、これで本当に中間くれ、結構長いよここまで。中間が見えたぞ、絶対に一発で取ってみせる、任せてみんな。左はピンポン、右はブブー、そして右に土管がある。どっちに行こうか、ブブーを信用してみるぜ。こっちが正解だ。いや、でもまだピースエンジンが鳴りやんだろ。ビャー、戻ってきたぜ、今度こそ中間をいただくぞ。ヤッハハハハハ、何、嬉しいね、そんなに離れたって可愛いね、僕と一緒ぐらい可愛いよ。でもこっちの土管しか行けないで、下の土管は何だったんだろうね。何この新耐久みたいなやつ、音楽もそうなんだけど、どうすればいいのかな。何して、何もねえじゃねえか。まあ無事に中間取れたんですけど、今の耐久みたいなやつがあるじゃん、あれは絶対にやらなくちゃいけないんだろうな。そうしないと下側に来れないもんね。さあ、ここでパンのかぶり物があるけど、危ないね、そのトランポリン、そんなに引っかかるかよ。そしてこのパンブロックを叩いていいのかい、一旦やってみようか。思った以上にすごい壊れる。これ上からいけってこと、上から、あ、早めだ、パウを一回発動して早めに右上に行こう。そう、早めのパブロンだ。そしてこのハテナブロックを壊しちゃいけないと思う。一旦この鉄球の様子を見ておこうか。まあここ叩くしかないよな、叩いても下は特に壊れない。え、じゃあどうすんの、こっち叩いてみようか、なんか矢印あるもんね。そうすると鉄球が出てくる。なるほどね。でも今1パウ使ったじゃん、あの1パウいるんじゃないの。上はいけない、こっちは、ここのピーなんだろうな。謎は全て解けましたわ。まずここでヒップドロップして鍵を取る、そして2パウ目でここのブロックを叩く。そうすることによって鉄球が出てくるでしょ。そして3パウ目はこの場所でしたらドスがいなくなってこのワープブロックに入れるということですね。で、鍵はいるのかい。うわ、絶対いらないって、そのパターンはどこに連れてくる。だろ、からだ。ダメじゃねえんだよ、この焼き服が。ちゃんと食べろ。ここの鍵絶対いるって思うじゃん。手に入れれるアイテムってさ、手に入れたくなっちゃうよな。じゃあここでドスを倒しのワープブロック入る。これで鍵持ってないからね、先に進めるもんな。で、隠しブロックありそう、この下。一旦行ってみる。ない。じゃあヒップドロップしてみようか。あ、ここも何もないのか。え、これ渡れる。おい、待て、渡れじゃないか。これどうやって行くんだよ。勢いつけて行ってみようか。勢いつけて、いけないね。じゃあ、でぐり返しは、いけたな。そして上のドアに入ればいいっちゅうことか。左下のさ、脱出感のところめちゃめちゃ楽しそう。後で来れるんかな。僕は何もしない。おらおら、でやなんか必殺技出たわ。ちょっとだけ右でいいんだよな、このピーブロックの場所か。はいはい、トロールだってね、分かっちまえば怖いもんなんてもう何もないんだよ。そろそろ中間ポイントにがあったな。ボジャフだって。
食べてくれよこの赤いキャンペーンみたいなやつ。どいてって50円やるからさ。僕は右に行けばいいの？ヒントみたいなこと書いてない？ここにハテナブロック叩くと何があるの？キノコ頼む取らして。このキノコを持っていけばあの中継が取れるさ。何壊れるブロックと勘違いしてんだ。さっきのヒントの場所なんだけど、ここだと思うんだよね。ちくわブロックが3つあるじゃん。ここでヒップドロップするとキノコが出てきますみたいな。いや簡単わかるわけねえって。でさっきと違ってデカ状態だから藁が変わってると思いますよ。頼むカードよ。普通にどうすわ。いなくなるね。でこの先は確か竜巻があったところだよね。これを抜けれるかという話なんですよ。でかい状態で抜けれねえ。あ下に行けたこと。あ右って書いてる。僕あえて左に行ってやるさ。こっちでどうだ。なかなか中間ポイントには取らせてくれないと。じゃあここは右に行きますよと。何何キャノンちゃん、そこに出てくる意味はどういう意味だ。いやちょっと待って。いやいらなかったんじゃない。ここだが今の鶏と死は無駄じゃなかった。一番左下のブロックだけは壊しちゃいけない。そしてここはハンマーで壊しいの猫を取る。そうすると先に進めるというもんさ。でこいつをどうするかなんだけど、あれこれいけんのかな。あいけるね。で猫で壊す。で当たっていいのかな。当たらんで、いや当たらないと厳しいよね。でつらら落としいので、先に進みいので中間が取れるんでねえな。中間中間ここでいい。大丈夫。さっきの違うやんか。なんかさ薄々思ってたんだけど、このコースは中間ポイント2とかないんだろうな。なんかそんな気がしてきたわ。ここは左に行きます。なんで。今のはバグじゃないのかい。このコースは3、4年前ぐらいのコースだからめちゃめちゃ油断してたわ。じゃあ左押しっぱでこっちに来たけどいい。こっからあのワープブロックに入れっちゃうことか。これで中間ポイント取らせてくれんのかい。オフブロックはない。いや。さあ、中間ポイントにギャットだぜ。あとはゴールのみだよマリー。刑務所から脱獄できるのはもう少し先みたいだね。さあここで、上に当たっていけっていう感じか。そうして、この先は進めないわ。地味にならせてくれんじゃん。ありがとうありがとう。さあこの透明ブロックに入り移動。うわどっち行くこれ。上と右、右行ってみようか。50個いいの僕が使用するよ。そしてこのドアに入るんだよ。し全然引っかかってる。みんないつもさ僕が1/2外してるって思うでしょ。でも今日は成功できたんだよここ。ただ上が気になるよね。こっち行ったら段があるかみたいな。オンオフしかない。なるほどね。このオンオフしたらでもこれ雲やっぱなくなるよな。あ実はこれが正解なんじゃない。さっきさフィッシュボーンに当たってしまったけど、お前ちゃんお前が誰がいるのか。これどうにかして左に行けないかな。いつも思うんですよ。2分の1外したところでどうせ外した方に行くから結局2分の0じゃないかって。これ取れる。うわ取れるね。でこれでフィッシュボーンに当たっていいと。そういうことですね。さあこっからどうするかなんけど、このケツマニアが。またか面白い罠を用意してくれんじゃねえか。じゃあこのハテナは何。ハテナはキノコ。キノコを取っていっていいのかい。こんな簡単に取らせてくれるわけがないと思ったけど、これはどういう感じだい。右に行けないよ。出してって。どうすりゃいいのよこれ。どうやって。あなんか右に出てきてるね。テレサか。テレサなのかい。そうだろ。それ以外ないもんだ。ほらだ。グズグズしてんじゃねえ。じゃあここはキノコを取らずに先に進みます。そうするとこのワープブロックに入れるということですね。そして今度は何何何。イグノア CP1。 イグノアってどういうことかな。この下は何。リセット。 CP1 にリセット。 CP1 に戻れってこと。まあ、いや一旦このフー君やられてみようか。で CP1 に戻ると何かあるみたいな。ただどうやって戻るかなんだけど。お前こっち来いよ。え来ないの。最初からやり直せってか。ふざけるな。ここに来るまでにイグノアって調べたんだけど、そうしたら無視するって意味だったんだよね。だからこのチェックポイント1は無視しろってことなんじゃない。で気になってるのが左上にワープブロックがあるじゃん。あいつに入らなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよ。でこっから罠が変わってるってめちゃめちゃ鬼畜じゃないか。
なんか変わってるね。どうすればいいんだい？ここで箱を出しいの？多分ここのドアに戻れっていうことだとは思うんですけど、戻れる？ちょっと一旦壊そうか。邪魔。多分このパワーブロック持っていかなくちゃいけないんだって。あ、分かったよ。ここで出しいの壊す、でパワーブロックを取りの、なんで全部壊すんだ。え、これ難しくない？あのパワーブロックでさ、左上のワープブロック入れっていうことなんじゃないかな。まあ いや、一旦このまま進んでみようか。どこに、あ、これか、これを壊して、おうおう、そして、いや、こっちに行くしかないもんね。でもこっちさっきの耐久部屋なんじゃない？なんか変わってる？え、なんも変わってないじゃん。どうじゃないのよ。あ、ドアが出たよ。ゴールはまだか？ガッテムじゃないのよ。パイプサック、違うパイプってことかな。あ、こっちに入るっていうことか。頼む、本当にもゴールを見せてくれ。お願いします、神様。僕にもでも何でもいいから、どんな状態でもいいからゴールをさせてよ。近い近いぞ。まだなんて特にここまで何もないということは、さっさとゴールさせてくれるぞ。そういうことだろ。さっさとゴールを見せろ。なになに、今度はベッド言うわ。ちょっと走ろうか。アスキング、なんかキングって書いたらピオキングみたいな感じだけど、わい、なぜ言う、長いな英語が。で、分かんねえって。もジェイル、刑務所ってことね。刑務所から出れたみたいな感じかな。適当ですけど、ベッキーズバック、フーイズマウザー、クッパーマザー、クッパーのお母さん。絶対この中にゴールがある。そうだろ、どこにあるんだ。下に行けってか。いや、壊してみよう。どっかにゴールがあるかもしんねえ。え、ないの？え、でもさ、この土管に入ったら終わりなんじゃない？ねえ、さっきのところに戻るよね。全然意味が、やったもううるさいうるさい、なあ、唾飛ばす。いや、3年半ぐらい前のコースなんだけど、めちゃめちゃ凝ってたね。すごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース 1-1 But you drive in a car。 1-1 だけど、あなたは車に乗って運転するということなんじゃないんでしょうか。いや、これめっちゃ面白そうだよね。おそらくノコノコカーに乗ったままゴールっていうゴール条件がついてると思うよ。だからこの 1-1 をノコノコカーを壊さずゴールしろっていうコースだと思うんだよね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 5.25%。 クリア率はそんなに難しくはないんだけど、ノコノコ感に乗ったまま1の1をクリアするとか、よく思いつくよな。芸術だよ芸術。やはりそうでないパターンだよね。さあ、このノコノコ感に乗ったまま1の1をクリアするということは、3回ぶつかったらいけないということですね。まずだから、このノコノコ感はね、ジャンプもしづらいから、こういう風に、いや、これいけるか、いけるか、かっ、おせえ。いや、これも積んだんじゃない？これジャンプ届かないよな。これめっちゃ。多分最初の土管が鬼門っぽいね。勢いのままいけるかな？いや、無理だね。だからこの辺ぐらいかな。こっからジャンプジャンプジャンプ越えろ。よし、さあ、こっからちょっと待って、俺のペースか。僕が今までやってきた1の1の中で一番好きかもしんない、これ。本当にね、この車を操作するのって楽しいんだよな。で、ここは早めにジャンプしようか。これで大丈夫。さあ、ゆっくりのドライブは楽しもうじゃないか。これどうやって登るの？こうやってゆっくり行けるかな。あ、行けそうだね。マリ絶対落ちんだよそこ。あー、俺の負け。最後の階段があるじゃん。最後の階段ってめっちゃ長いから、そこがめちゃめちゃ難しいんじゃねえかなと思ってるわけなんですけど、これね、途中で後ろ向いたら楽だわ。そしたらダメージ判定ないね。さあ、そろそろ最後の階段が来る。いや、これね、ゆっくり行ったら意外といけるんじゃないかな。多分3回当たったよ。よしよし、もうこれ行ったぞ。いや、大丈夫。いや、これ本当に面白い一の一でしたね。ぜひ皆さんもやってみてください。どうもご視聴ありがとうございました。